はい、どうもこんにちは。沖縄おばばでございます。もうなんていうかね、呆れ変えれ、もう本当に呆れてしまうようなね、呆れ変えるような記事が、ちょっとね、えー、ナチュラルなね、ニュースさんに出ておりました。これ英語の記事なんで、Google さん使って飛んでみてください。呆れ変えります。はい。えー、LG のね、BT のね、Q のプラスの次です。はい。 ええー、Q のプラス、はい。プラスの中にはいろいろと入ってますが、これね、まあ、一応自分が人間であるっていう認識の上に成り立っているものなんですよ。わかりますよねはい。自分が、はい、えー、意識を持っている我々自分がね、人間ではないというふうな主張をするものではないんですよね。えー わかりますよね。それよりさらに上が、は英国で、はい、起きてしまいました。あのー、学校での話なんですけど、これね、多分例のあれの影響だと思うんですよ。はい、えー、いわゆるね、 えー、お子ちゃま、多分もしかしたら食べちゃったのかもしれませんね、これを。はい。えー、とんでもないことになってます。何がかっていうとね、えー、子供たちの中に、自分は恐竜だとか、自分は猫だとか言い始める人たちが出てきました。はい。その人たちは本気でそう思ってるらしく、 えー、授業中にね、はい、えー、まあ、大暴れしたりとか、あと、にゃーにゃー泣いたりとかしてるらしいです。で、友達が、いや、ちょっと待って、あなた人間だよ、あ正気を取り戻して、って言って、お友達がね、えー、まあ、目を覚まさせたみたいなんですけど、その後ね、えー、その女の子はあ、目を覚まさせた人に対して怒ったらしいです。なんで自分は猫なのに目を覚まし、 ちゃうんだ、みたいな、目を覚まさせるようなことをしてくれるんだ、みたいな。もうこれ正気じゃありませんね。はい。え、もしかしたら、その、お子様たちのね、ご家庭に何か問題があるのかもしれませんけど、聞いたことがありません。今まで私、こういうことを。聞いたことがありません。 はい、えー。生涯、ええー、まあ、60近く生きてますがあ、その人生の中でこういった話はあ、国内外問わず一度も聞いたことはございません。えー、まあね、あの、中にあの、狼に育てられた子っていうのがありましてね、ええー、まあ、 それ、しょうがないですよね。人間に育てられてないんで、え自分が狼だと思っちゃってる子供が、あまあね、過去にいましたあ。まあ、それはね、人間がね、えー、子供をね、捨てて、狼が代わりにね、子育てしてしまったためです。でもね、最終的には、あの、人間になりましたけどね、その、その狼に育てられた子供もね。はい。 ええとですね、これはちょっと違いますからね、質が。はい。猫に育てられたわけにでも、恐竜に育てられたわけでも何でもありません。はい。えー、実際にこういう事案があ、英国で発生していますよということでございます。もうね、あのー、どっかネジが人間全体ですね。 おかしくなってるとしか思えません。はい。えー、人々のね、どっか、あの、頭のネジが、どっか飛んじゃってますよね。まあ、これについてはね、あのー、あの、例のね、はい、あのー、手のスラのね、あの、元社長さんですね。はい。あの方もね、言ってますからね。 はい。えー、いわゆる例のものをね、食べたんで、おかしくなってると、人類全部が。はい。まあ、全部とは言い、言いませんけどね、食べてない人もいるんで、はい。えー、今後ね、こういう事案が、ああ、学校でも発生してくるとなると、えー、まあね、いろんなところでね、発生してくれる、発生してくる可能性は十分あるんですよ。 はい、えー。変になっちゃってますから、あのー、頭の方がね。はい。あのー、攻撃しますからね、あれの酸っぱーいプロテインはね、脳を。はい、えー。そういうことなんで、えー、これからこういった事案が発生してくるとなると大変なことになります。本当に社会が回らなくなります。はい。まあ、子供だからね、まだ、 笑えるというところがあるかもしれませんけど、これ大人になったら大変なことになりますからね。大人でこういうことを。まあ出てきてるみたいです。そういう人も。はい。まあ、本当にね、状況今後、はい、えー、楽観視できません。はい。なので、皆さんね、備えておきましょう。はい。 ちなみにこの画像はですねえ、昨日ちょっとね、日本に行ったんで買ってみました。猫ちゃんの牛乳。はい。これこんなちっちゃくてね、200円以上するんですよ。<laughs> でもね、一つ開けて飲ませたら全然飲みませんでした。はい。なんかね、あのー、のらちゃんは好きみたいですね、この牛乳が。はい。えー、なんか、いつもね、見てる、あのー、YouTube で。 えー、美味しそうに飲むんでね。えー、うちの子にもあげてみようかなと思って買ってきたんですけど、一クあげ、あの、開けたんですけど、全く飲みませんでした。もうがっかりです。家猫は本当に飲まないってあの噂は本当だったんですね。はい。まだ冷蔵庫に半分ぐらい残ってますけど、どうしようかは悩んでます。はい。まあ、ちなみにね、すっごい味が薄いんで、えー、まあ、 まあ、スキムミルクをすごい薄めたような感じです。なので、ちょっと人間が飲むにはね、ちょっと美味しくないと思う、思いますね。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでございました。